カルス。カルスは、トルコ北東部の都市であり、カルス県の県都。アルメニアとの国境から四十五キロメートル、アルメニア語ではまたは、グルジア語では、二千十一年の人口は七万三千八百三十六人、トルコアルメニア国境地帯にある、トルコ最大の都市である、九百二十八年から九百六十一年まで、今日のアルメニア共和国から、 トルコ共和国東部までの広い範囲を領土としたバグラトゥニアーサーアルメニアの首都だった。19世紀には都市としての重要性を増し、1877年から1878年にかけてのロト戦争の結果として、貴族がオスマン帝国からロシア帝国に移った。第一次世界大戦中の1918年にはオスマン帝国がカルスを占領したが、オスマン帝国は ウドロス休戦協定によって、アルメニア第一共和国に対して、カルスを放棄することを容疑なくされている。1920年末の中にもトルコがカルスを占領。1921年には、トルコ大国民議会、アルメニアソビエト社会主義共和国、アゼルバイジャン民主共和国、グルジア民主共和国の間でが締結され、カルスをトルコ領とする国境線が確定した。 古代ローマのストラボンが書いた地理書では古代アルメニアの中の工事員として言及されている。カースという名称の起源は門を意味するグルジア語の単語に由来するとする説がある。一方で花嫁を意味するアルメニア語の単語、や、さらにはキャルーツ要塞を意味するに由来するとする説もある。中世のアルメニアの歴史家はカルスのことをキャルーツ系。 クヤック、カルス氏、キャルーツ、ベアード、アンロッツ、エヌキャルーツ、それぞれカルスの要塞、アマーンキャルーツ、ケンゴナカルスなど様々な名前で言及している。9世紀のある時点、888年以前には、バグラトゥニ家の領有地となり、バグラトゥニア朝アルメニアのの地勢の928年には、カラカルスに首都が移された。928年から961年まで、 カルスはアルメニア王国の首都であった。929年にはアショト二世が死去してが即位し、アバス一世は要塞を強化してカルスの防御力を高めた。バグラトゥニ長期には後に聖使徒教会としても知られるが建設されている。961年にが首都をカルスから兄に移すとカルスはベナンドと呼ばれる別の独立した王国の首都となった。 この王国のバグラトゥニアーサからの独立度合いは、定かでなく、常にバグラトゥニアーサの支配者の親族の所有下にあった。1045年には、バグラトゥニアーサが、ビガンツ帝国に降伏し、1064年には、アルプアルスラーンに率いられた、セルジューク長軍によって兄が取れると、カルスのアルメニア王だったガギク・アバスは勝利した、トルコ人に対して、敬意を表したため、 セルジューク朝軍がカルスを包囲することはなかった。1064年にはカルスがビザンツ帝国に併合されたが、その後すぐにセルジューク朝が支配権を奪った。1206年から1207年、兄の統治者であったのザカレ二世がカルスを占領し、カルスはザカリアン家が支配したアルメニアの一部となった。1230年代末までザカリアン家による支配が続き、 その後トルコの支配下に入った。1387年にはティムール帝国のティムールに対して降伏し、この戦いの中で要塞が被害を受けた。米陸各国が続き、その後は黒羊朝のやがて白羊朝の支配を受けると、16世紀初頭にはイスマー・イール一世によって新たに成立したサファビー朝の支配下に入った。後の1555年にアマスイのが、 結ばれると、アナトリア東部の他地域同様に二つの敵対する帝国の干渉地帯となり、既存の要塞は即座に破壊された。中の1585年、オスマン帝国はカルスとタブリーズを占領した。中の1604年6月8日に無料国が激突し、サファビー朝の支配者であるアッパース一世は、オスマン帝国からカルスを奪い返した。 1639年にはによって、オスマン帝国とサファビー朝の国境線が確定し、カルス要塞より、西側はオスマン帝国領となった。オスマン帝国の村と三世、在位1574年から1595年は、カルスの要塞軍を再建していた。1604年には、サファビー朝のアパース一世が、カルスから兄までのオスマン帝国領土の大部分を、 荒廃させ、多くのアルメニア人が、ペルシア領アゼルバイジャンに移住した。1731年には、アフシャールアサペルシアのナーィルシャーによる包囲を耐えた。カルスは、オスマン帝国の、第一級地域区分である州の州都となっている。中の1745年8月には、ナーィルシャーに率いられた、オスマン帝国の大軍が、カルスに進軍した。1807年には、 ロシア帝国の攻撃に耐えたが抵抗を続けた。1821年にはガージャール・アサイランの最高指揮官であるがカルスを占領し、1823年まで続いたの火種となった。1828年前半にロシアに夜を受けた後、6月23日にはオスマン帝国がロシアの将軍に対して降伏し、カルス在住の1万1000人の男性が捕虜となった。 戦争終結後には外交上の理由でオスマン帝国に返還され、ロシアは国境近くの要塞二つを得ただけだった。1853年に勃発したクリミア戦争中にはコーカサス攻略の拠点としてなどのイギリス人将校に引きられたオスマン軍の守備隊が駐留していた。しかし11月30日の首脳府の海戦で主な補給線を断たれてしまい、 さらに中東地にはこれらが蔓延したため、1855年6月から11月まで続いたの結果、11月に将軍率いるロシア軍の軍門に下った。では、セバストポリとの交換で、カルスがオスマン帝国に返還されるが、オスマン帝国をはじめとする諸国は戦勝国としての立場を事実上失った。 1877年から1878年のロト戦争中のの際、ロリス・メリコフ将軍とイバン・ラザレフ将軍によって、引き入られたロシア軍によって、再び要塞が襲撃され、カルスはロシア軍に占領された。戦後のサンステファノ条約によって、カルス・アルダハンはロシアに併合され、南高カサス南西端部にあるカルス州県の州都となった。 これを記念して、ロシア人作曲家のモデスト・ムソルグスキーは、荘厳行進曲、カルスの奪還を書いている。カルス州は、カルス、アルダハン、などからなっていた。サンステファノ条約が修正されたベルリン条約では、ドゥバヤズイトがオスマン帝国に返還されている。1878年から1881年の間には、かつて、 オスマン帝国が支配していた領土から8万2000人以上のイスラーム教徒がオスマン帝国内に移り住んだ。このうちカルスからは1万1000人以上がオスマン帝国内に移り住んでいる。同時期には多くのアルメニア人やポントス人がオスマン帝国や南高カシアの他地域からこの地域にやってきた。ロシアの国勢調査によると1897年のカルスには アルメニア人が49.7%、ロシア人が26.3%、ギリシャ系が11.7%、ポーランド人が5.3%、トルコ人が3.8%だった。第一次世界大戦中の1915年初頭、オスマン帝国軍が中野で敗北すると、カルスの征服が主要な目的の一つとなった。九百十八年三月三日の、 ブレストリトフスク条約で、ロシアは、オスマン帝国に対して、カルス、アルダハン、バトミを割上し、ロト戦争で獲得した領土を失った。カルスは、アルメニア人ゲリラや、ヒボリシェビキのロシア軍の実効支配下にあったが、4月25日には、オスマン帝国軍によって占領された。クルジア人はカルスを手放す代わりに、バトミをロシアに残そうとしたが、オスマン帝国との交渉は、 失敗に終わった。10月のムドロス休戦協定では、戦争前の前線まで退却することが必要とされたため、1919年1月にアルメニア民主共和国軍が反撃し、アルメニア人がカルスを占領した。4月19日に、イギリス軍イコールアルメニア軍の共同作戦が、その指導者を逮捕してするまで、カルスには親トルコの市政府が残った。5月には、 アルメニアの完全な管轄下に戻り、ベナンド県の県都に選ばれた。1920年夏にはで、トルコの革命家集団と、アルメニア国境部隊の小競り合いが起こった。その年の秋には、キャーズムカラベキル将軍に率いられたトルコ軍4、師団が、アルメニア共和国に侵攻し、の引き金となった。カルスの町は長期間の包囲にも耐えられるように強化、されていったが、 1920年10月30日にトルコ軍がカルスを占領しアルメニア人が虐殺された。1920年12月2日にはアルメニアとトルコの代表者によってアレクサンドロポリ条約が締結されアルメニアはセーブル条約で得た領域をすべて返還することを余儀なくされた。ボルシェビキがアルメニアに進軍した後1921年10月23日には アレクサンドロポリ条約の代わりにトルコとソ連の間でが締結された。この条約ではカルス地方、ウードル地方、アルダハン地方をトルコに主権化とすることと引き換えにアジャリアのソ連への併合を認めている。この条約によって今日のトルコとアルメニアの国境線が確定した。第二次世界大戦後、ソ連はカルス条約の締結を撤回しようと試みており、 ヨシフ・スターリンはカルスとアルダハンの返還を要求した。1945年6月7日、ソ連のビャチスラフ・モロトフ外務大臣は在モスクワのトルコ大使に対して、これらの地域はグルジア共和国とアルメニア共和国のためにソ連に返還されるべきであるとつけた。トルコはソ連と良好な関係を築くことを望んでいたが、それと同時に領土を放棄することは拒否した。 トルコは第二次世界大戦後に超大国として台頭していた、ソ連と戦える状態にはなかった。1945年秋、コーカサスに駐留するソ連軍はトルコへの侵攻を可能とする準備を命じられた。イギリスのウィンストン・チャーチル首相はソ連によるこれらの地域の領有権の主張に反対したが、アメリカ合衆国のハリー・ドルーマン大統領は当初、この問題に、 当事者以外が関与すべきでないと感じていた。しかし、ソ連とアメリカ合衆国の間で冷戦が始まると、アメリカ合衆国はトルコをソ連の拡大に反対する有益な同盟国とみなし、トルコに対する財政的、軍事的な支援を開始した。1948年までに、ソ連はカルスや他地域に対する領有権の主張をやめた。ナゴルノカラバフ戦争中に、 アルメニア軍がアゼルバイジャンの地区を支配下に置いたことに抗議して1993年4月、トルコはカルス近郊にあるトルコアルメニア国境を封鎖した。これ以来、トルコとアルメニアの間の国境は封鎖されたままである。2006年、元カルス市長のナイーフアリビアグルーは地元経済の後押しや街の活性化のために国境を開くと発言した。しかし、 国境を開くことに反対する地元住民からの抵抗や圧力があり、2009年には二国間の外交関係を築くことが不成功に終わった。アゼルバイジャンやアゼルバイジャン人が20%を占める地元住民からの圧力を受けて、2010年と2011年にトルコのアフメトダウトオール外務大臣はアルメニアとの国境を開くなどということ問題外であると表明した。このように、 国境は依然として封鎖されたままである。2011年の統計年間によると、大都市への流出が原因でこの地域の人口は減少している。イスタンブールという一都市だけでも、269,388人のカルス出身者が暮らしている。カルスは出潤大陸性気候であり、欠片の気候区分では DFB である。国会、カスピ海。 地中海などの海から遠く離れており、比較的高緯度の高地にあるため、夏季と冬季の気温差が大きく、昼間と夜間の気温差も大きい。外して夏季は短くて暖かく、夏季の夜間は涼しい。8月の平均最高気温は、摂氏約26度である。冬季は、とても寒く、1月の平均最低気温は、摂氏マイナス16度となる。最も寒い時期には、 接種マイナス35度にまで落ち込むこともある。当期の約4ヶ月間は積雪が続く。カルス県の中では比較的穏やかな気候である。カルスからは南西2 0 0トルにあるエルズルムに幹線道路が伸びている。北8 0トルにあるアルダハンや南東1 3 0トルにあるウードルに至る道路は少ない。1988年には カルス市街地から6キロメートル南に3 5 0 0ルの滑走路1本を持つが建設された。カルス空港からは、アンカラ、イスタンブール、イズミルに直行便が飛んでいる。アール、アルダハン、アルトビン、ウーデルなど、カルス以外にもトルコ北東部のあらゆる都市にとって重要な空港である。2006年の発着回数は2352回であり、 旅客数は27万52人だった。旅客ターミナルはの広さを持ち、駐車場には100台が駐車できる。2007年春から夏にかけての数ヶ月には、改修工事のために、空港自体が閉鎖され、2007年10月22日に、再開業した。建築家のヤカップハザンが、新ターミナルのデザインを手掛けた。出店、ダミー、トルコ国鉄のがあり、 カルスとエルゾルムを結ぶ鉄道が運行されている。1936年からイスタンブールイコールカルス間 1944km を約32時間かけて結ぶ寝台急行列車も運行されている。アンカライスタンブール間の高速鉄道の開業に伴い道具エクスプレイジーの運行区間はアンカライコールカルス間に変更されている。カルスとエルゾルムを結ぶ路線はカルスが ロシア帝国の領土だった時に狂気で敷かれた路線である。ロシア帝国時代の1899年にはが開通した。ソ連時代にはトルコとソ連を直接結んでいる唯一の鉄道であり、アルメニアとソ連の他地域を結んでいる二つの主要路線のうちの一つであった。この路線は敵対するトルコとアルメニアの国境を またいでいるため、ナゴルノカラバフ戦争中の1993年4月から封鎖されている。トルコアルメニア間の線路が長らく封鎖されているため、カルスからアルメニアを経由せずに直接アゼルバイジャンに入る、カルスイコールトビリシバ空鉄道の構想が浮上した。トルコジョージアアアゼルバイジャンの3カ国を鉄道で結ぶことを意図して2010年には、 バクートビリシーコールカルス鉄道と呼ばれる新線の建設が開始された。この路線はカルスとジョージアのアハルカラキを結んでおり、列車はそこからジョージアの首都トビリシやア,アゼルバイジャンの首都バクーに至る。当初は2010年までに完成する予定だったが、その後完成予定が2013年に延期された。 2014年2月にはアゼルバイジャンの交通大臣であるが2015年後半までこの計画が完了しないだろうと述べ2015年9月には2016年のある時期までサービスを開始しないことが発表された2016年2月に行われた5回目の3カ国会議では2017年にはついにこの鉄道路線が完成すると第5回3カ国外務審会合で発表され 2017年10月30日に開業したカルスイコールトビリシ芝空を結ぶ鉄道路線の計画は中央アジアや中国とヨーロッパを結ぶ輸送回路を完成させることを意図している2015年末時点でもすでに韓国から中国イコールカザフスタンアゼルバイジャンジョージアを経由してイスタンブールに至る貨物列車は 回路よりも短い15日間でこの区間を走行することができた。この路線で年間650万トンの貨物を輸送する計画があり、長期的な目標としては1、700万トンの貨物を輸送することを目指している。ロシアの作曲家モデスト・ムソルグスキーは、オスマン帝国からのカルスの奪還を祝って、1855年に後進曲カルスの奪還を作曲した。 ロシア時代にカルスに生まれたアルメニアの詩人イギシェ・チャレンツは1923年の小説内里の地をトルコに活上された故郷カルスの民衆に捧げられている。2002年にはトルコ人小説家のオルハン・パムクがカルスを物体とする現代という小説を書いた。2004年には英語版が刊行され、2007年にはドイツ語版が刊行されている。 監督による2010年のドラマ映画はカルス周辺で撮影された。この作品はで作品賞を受賞している。1992年にはカルス市街地の 3.5km 南西に公立野が開学した。カフカス大学は6つの学部、3つの研究所、3つのカレッジ、4の専門学校を有している。学部には獣医学部、科学、文学部、経済学、 経営学、政治学、行政学部、教育学部、医学部、工学、建築学部がある。1967年にはサッカークラブのが設立された。財政面での問題や自治体からの支援の欠如などの問題があり、一度は活動を終了したが、1995年に再設立された。長らくアマチュアリーグに在籍した後、 2004から05シーズン終了後には全国4部に相当するに昇格。2007から08シーズン終了後には全国3部に相当するに昇格した。スタジアムの収容人数は4745人である。かつてカルスではバンディアイスホッケーに似た氷上球技が行われていたことがある。カルスは以下の町と姉妹都市提携を結んでいる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。